合コンやってまーす。もう恥ずかしいなこれ。そもそも人通りがあんまり。見てってもらうには桜が必要かな。桜？俺らで。寒くね？仕方ないだろ、客来ないと始まらないし、人通りもあまりないんだから確実に呼び込まないとさ。けどここにいるの5人で奇数だし。チース、先輩方、様子見に来ましたよ。すげえタイミング。でも男4の女2だろ。お前らどうせ明日女装すんだろ。どっちか女の席に座れ。はあ、誰が。あ、君がそっち行くんだ。意外なやつだよ、まったく。じゃ、始め。始めていいよ。開始してくれ。ベタに乗ってきやがったな、あいつ。つか、なんなんすかこれ。合コンの真似。じゃあ俺から。かわいい子かな。俺は優しくてちょっと儚げっつの、守ってあげたくなるような。やべえ、なんだこれ。ほら、次漢字。俺はその、ちょっとミステリアスってか、強いように見えて意外にっていうか。それ誰のことだよ。じゃあ、彼氏にするならこの中で誰がいい？だから、いきなり聞くなっつの。いいだろ、別に。はい、里中さんから。え？その…私？彼氏にするには…無理だよ、そういう話は。だよね。じゃあ次だね。彼氏にするなら誰？だって。やめろそのノリ、こえっつの。愛の形はそれぞれとか俺に言ってた気が。ない。まあ頼りがいがあるし、そこそこかっこいいってのは認めるけどね。先輩、盛り上がってま…すんね。今期さ、失敗だな。
おう、おかえり。何今さらおじけづいてんの。こっち来て座って。ほらほら、幹事くん、こっち。大丈夫。痛くしないよ。クマはどうしたら。クマも参加することになりました。野望のために優勝もらうクマ。暇そうだったから飛び入り参加で手続きしといた。あんた道連れ増やして。ま、申し込んじゃったんならもうどうしようもないか。ナオト君、手空いてるよね。クマ君の担当お願い。僕ですか。クマナオト組でのし上がるクマ。それじゃあ、まずは素敵にメイクアップ。そうだね。じゃあ化粧道具借りてくるんで。待つクマ、勝負は道具選びから始まるクマ。ねえ、つけまつげは必須だよね。飲むよ、どんどん持ってこい。始まったわね。レディース&ジェントルメン、文化祭2日目の目玉イベント、ミス八高コンテストの始まりです。早速一人目からご紹介しましょう。稲葉の美しい自然が生み出した暴走特急、破壊力は無限大。1年3組、辰巳幹事ちゃんの登場だ。いやー、キモ。これはひどい、ひどすぎる。さあ、僕も近づくのが恐ろしいんですが、チャームポイントはどこですか。目？おっ
一番手がこれではもうかすんでしまうんじゃないでしょうか。崖っぷちの二番手をご紹介。ジュネスの御曹司にして爽やかイケメン、口を開けばがっかり王子、2年2組花村陽介ちゃんの登場だ。どうも。やっばい、花村先輩いいぜ行くと思ったのに。いや、これいそうで怖い。さあ、気合が入った服装ですが、普段からこんな感じで。なわけねえだろ。ねえですわよ。何すかこれ、何偽物じゃないすか。それ以外の何だと思ってたんだよ。僕ももうお腹いっぱいになってきました。続いて3番手、この人の登場です。都会の香り漂うビターマイルド、泣かした女は星の数、2年2組に舞い降りた転校生。やめて、なんで先輩こんなの出ちゃうの。ああ、先輩ってクールだと思ってたのに。さあ、物議を醸す出場ですが、自分で立候補？言ってやれ、里中千恵さんにって。つうか柏木め、純粋な青少年を傷物にしやがって、絶対トラウマになったぞ、こんちくしょう。さて、最後は飛び入り参加、出場者たちのお仲間が登場です。自称王様フロムテレビの国、キュートでセクシーな小悪魔ベイビー、その名も熊田ちゃんだ。あとぶち抜くさ。あれ男の子？すっごいかわいい。俺あれならいける。今年のミスハチ公コンテスト優勝は、大きな支持を集めました、飛び入り参加の熊田さん。優勝した熊田さんには素晴らしい商品が。本日午後の部に行われる正真正銘の女性たちによるミスハチ公コンテスト、その栄えある審査員の座をプレゼントします。うひょーい。審査員の座かよ、せこいよな前座の商品は。審査員であんなに喜ぶなんてなかなかできないよね。あんなに喜ばれるとなんかこっちまで嬉しくなるね。無駄にピュアよね、クマのやつ。それでは熊田さん、優勝のお気持ちとミスコンの審査員になった感想は？待ちに待った日が来たですね。午後の審査は、じゃじゃーん、水着審査をするべかな。何言い出してんのあいつ、そんなのあるわけないじゃん。水着なんて持ってないよ。あのクマ、始末した方が。いや、勝手に言ってるだけですから。いいわこの流れ。せいぜい聞かざんなさいな、ガキンコちゃんたち。漫画のキャラかよ。え、柏木の優勝狙いって真顔なわけ？さっき優勝した熊田さんから差し入れです。水着だそうです。ちょ、いらないって。
らけ出すわよ。ま、私は自前の水着だけど。私も自前ですけど。何なのこの人たち。あ、やっぱり辞退しよう。あら、おじけづいたの。ま、負ける戦はしないのが賢明よ。アイドルなんて言ってもやっぱりガキンコよね。心も度胸も体も。はあ、どうせミス八甲に選ばれようもない人たちだし、辞退でいいんじゃないですか。あんたは選ばれるってわけ。こんな、いびきマジ。なに、いびきって意味わかんない。見た目も頭も言葉遣いも悪いのね。こっちはあんたのせいでどんな目にあったと思ってんの。カチンってきた。あら、あたしと勝負しようっていうの。無駄だからやめときなさいって。あなたの友達にも忠告しとくわ。どうせ負けるんだから今のうちに逃げた方がいいわよ。逃げるですって。なんであんたから逃げなきゃなんないのよ。確かに前は逃げたけどね。だからこそよ、リベンジ煽られてるんだよ。喧嘩売られて黙ってらんないっしょ。あ、うん。ねえリセちゃん、ナオト君、逃げるなんてできないでしょ。僕もですか。そんな簡単に挑発に乗ってどうするんですか。無理です。水着なんて僕絶対無理ですから。逃がさない。文化祭2日目のメインイベント、正真正銘ミス八甲コンテスト。審査が続いています。聞こえますか、この歓声が。では次の方、2年2組里中千恵さん、どうぞ。里中千恵です。では自己 PR をお願いします。性格はおとなしくって、好きな食べ物はプリングです。嘘つけ、肉だろ。ありがとうございました。続きましては同じく2年2組天城由紀子さんです。ゆき子です。家は旅館を経営しています。天城屋旅館です。近くへお越しの際はぜひお立ち寄りください。日帰り入浴もできますので、どうぞごひいきに。はい、ありがとうございました。続きましてはなんとこの人、1年2組藤川理瀬さんです。この町に来て日は浅いけど、とってもいいとこでリセッチ幸せだよ。アイドル休業中でごめんね。リセッチも頑張るから応援よろしく。生リセッチですよ。ありがとうございました。続きましては噂の転校生、1年1組白金直人さん。おい幹事、次だぞあいつ。ちょ、静かに。白金直人です。こんなコンテストで壇上に上がることになるなんて夢にも思ったことがなくて、その
何を言っていいのか。困ったな。以上の個性豊かな6名で競っていただきます。それでは特別審査員の熊田さんから出場者に質問をしてもらいましょう。特別審査員の熊田です。私を怒らせると不利になりますのでよろしく。知恵さん、彼氏はいますか？な、バカ！ユキコさん、チスの機嫌は？やめてよ！ナオトさん、体のくすぐったい部分は？今度、リセちゃんの家に遊びに行っていい？質問じゃないじゃん。さて、ここで皆さんに驚きのお知らせです。なんと、今年度から本コンテストに水着審査が加わりました。それもこれもこの熊田さんのおかげです。では参加者の方々には水着に着替えてまた登場してもらいましょう。どうも。ほほう、おっさんかよあんた。けど知恵先輩かわいっす。むしろありがたいよな。おお、天城先輩、俺の思った通りの人っすよ。やっほー、リセチーだよ。もう、来た来た。何がすか？あれ、白金さん出てきませんね。残念ですが白金さんは急遽棄権ということになりました。まあいいわよ、棄権しても。ライバルが減ったのはいいことよね。ああ、やっぱそうなんか。残念だったよな、感じ。いや、そのまあ、そうっすね。けど、一次審査に出ただけでもあいつ、頑張ったんじゃないっすか？そうだよね。まあ、とにかく投票しないとな。お前、誰に入れる？アイドルの底力、見せられたよな。お待たせしました。集計の結果が出ました。投票結果ですが、男性票は大きく分かれました。ご意見もそれぞれの参加者に熱いコメントが送られています。一方、女性票はある参加者に集中。これによってトップに躍り出たのは、優勝は白金直人さんです。彼女の中性的な魅力が多くの女性のハートを離さなかったようですね。では白金直人さんの表彰をと言いたいところですが、白金直人さんは現在まだ席を外しております。出ないのに優勝か。なんか笑える。直人に負けちゃうとはな。女子の票が必要なら仕方ないか。まあの人たちにはうちらが勝ったってことでよしとしましょうよ、先輩。私、この私が美しさで負けるなんて。柏木先生、
あたし悔しい。あたしもよ、大谷さん。柏木先生。見つかってよかった。県庁への出張があってな、帰りが明日になりそうなんだ。せっかくのお前の学校の文化祭だ。俺も七子と楽しみにしてたんだが、すまんが七子だけでも連れてやってくれないか。じゃあ七子ちゃん、私たちと一緒に回ろっか。いいの？じゃあすまんがよろしくな。おう、ナノコ、楽しめよ。はーい。ねえ、ナナコちゃん、今晩うちに泊まりに来ない？ユキちゃん、今なんて？旅館で打ち上げ？いいんすか？うん、前に約束してたから。おお、やったぜ旅館。温泉卵食べられる？あ、おじいちゃんに電話しないと。一泊ですよね。みんな一緒で楽しいよね。おいでよ。いいの？けどいいの？迷惑にならない？まだシーズンでしょ？今年はお客さん減ったし、それに空いてる部屋もあるから。そっか、ならいいんだ。なんかユキコのとこ泊まるの久しぶり。みんな一緒の部屋じゃないかもね。そりゃそうだろ。隣ならまだ許すけど、遠くへ行ってしまったクマ。空いてる部屋あんまないらしくて、あいつらは別の階になったって。七子ちゃん連れて早速風呂行くってさ。ここ行く？何遍も入る趣味ねえし、寝る前一回行きゃいいっすよね。だな。ところでこの部屋どういうことなんすかね。結構常部屋みたいなのに。やっぱお前も気になった？普通シーズン中に開かねえよな、こんな都合よく。あえてスルーしてたんだけど、まさかここで何かあったとかか？何黙ってんすか先輩ら。そういやさ、いきなり鳴るね。しかし、カンチ、出てみ。な、何ビビってんすか。はい。あ、そっすか、どうも。旅館の人からでした。露天風呂今なら結構空いてるらしいっす。素晴らしいサービスだな、天城屋旅館。嫌な汗かいた。じゃ、流しに行きますか。クマ、みんなとお風呂楽しみだな。みんなで同じ方向いて背中の流しっことか、富士山見ながら歌ったりするんでしょ？いやー、それにしてもこっちは楽しいことばっかり。クマよ、これも先生がクマのところにみんなを連れてきてくれたおかげだよね。ありがとう先生。
エレベーター来てっぞ。サラッサラでさ、余分な肉も全然ないし。ちょっとどこ触って。ななこちゃん。こんな風によそで泊まるのって平気？怖くない？楽しいよ。いつも一人だから、お兄ちゃん帰ってくるまで。そっか。留守番上手なんだ。一人の時は知らない人が来ても玄関開けないとか守れるよ。そっか、偉いな。ねえ、ななこちゃん、泳いでみる？いいの？私、小さい頃から泳いでるから。今も泳いでるの？否定しろよ、ユキコ。じゃ、あっちの縁まで競争しよう。負けた人がフルーツ牛におごり。私、ラムネがいい。ちょっと、私も？死んだ人の真似。あ、上手。ほう、広々クマ。クマかき披露してやるクマ。あいだ。って。ああ、あんたら。なんでおめえらが。こっちのセリフ！制裁が必要ね。すごい、いっぱい当たってた。お姉ちゃん、うまいでしょ。見られたかな。あ、この時間、ここ男湯だった。時間、間違えちゃった。あははって、マジかよ。なんか、あいつらに悪いことしちゃったかな。どうします？言わなきゃ平気だって。内緒内緒。
ナナコちゃん、もう一回競争しよっか。ちくしょう、さっき確かめたけど、あの時間の露店は男湯だったぞ。ひでえ、ひでえよあいつら。ぬう、なんか、クマの頭がデコボコしてるな。それ、タンコブだな。お前、タンコブできてやんの。なあ、お前らさ、見たか。いや、何も。ちくしょう、いいことなんか一個もない人生。もう寝よ。待った先輩、なんか聞こえねえすか。ね、今の聞こえちゃった。まさか出たすかね。で、出た？な、何が？そんな、まさか。死んだ山のアナが泊まった部屋っすよ。お袋が言ってました。ああ、言っちった。そのことをうまいこと忘れてたのに、お前言っちった。そうか、それでお札か。天城の野郎、知っててここに通したな。ちくしょう、風呂の仕打ちといい、やられっぱなしじゃんか俺ら。おわー、こんなんじゃ狙んねえよ。決めた、ユキさんとこ行く。みんなの寝顔見ながらじゃないと安心して寝れないですから。ちょ、寝顔って寝室入り込む気か。なの。おい、どうする。決断早っ。けど、ほんと無理だってこの部屋。オッケー、寝起きドッキリ、よーそろ。みなさん、おはようございくま。寝起きドッキリ、もとい、寝込みドッキリ、リポーターのくまくま。お前、いつの間にそれ来たんだよ。なんとなくないと不安なので、持ってきてるんです。その喋り、もういいよ。お、クシです。長い髪の毛がついています。お前、意外にやる気だな。林間学校のリベンジっすよ。お、いいこと言うじゃん。よし、俺もがっつりリベンジ。これは歯ブラシです。やっべー、なんかドキドキしてきた。あ、けど、ナナコちゃん大丈夫、ナナコちゃんは寛大な子。まあそうだな。リベンジに巻き込まないように、起こさないようにしろよ。お、いよいよお布団に到着。よく寝てます。失礼します。ゆきちゃん、お化け怖いよ。よし、俺だってな、お、男見せるぜ。さ、里中先輩、優しくしてください。あれ、布団足りなくね。ちょっと、なーに。もう、あら、やだ、君たちそういうことだったわけ。もう、言ってくれればいいのに。いけない子たちね。出た。あ、いや、さ、触んなって。さっきまで二人で泣いてたのよ。魅力のわかる男がいないって。いいわ、いらっしゃい。その代わり、誰にも言っちゃダメだぞ。カモン。
あー気持ちいい。やっぱ24時間お風呂入れるって最高だね。ななこちゃんはぐっすり寝てる。そういえば隣の部屋に柏木先生と大谷さん泊まってたよ。びっくりしちゃった。仲いいんだね。時々泊まりに来てくれるんだ。辛いことがあると泣きに来るみたいで。へえ、やっぱ直人君にコンテストで負けたのが悔しかったのかな。その話はしないでくださいよ。まあ、あの二人いいコンビだよね。